A Generic Block d i a g r a AGPU ドナは GPU マイクロアーキテクチャのコード名である。添付の命令セットは AMD。ドナを代表としている最初の製品ラインアップは r a d オ o n RX5000 シリーズ。AMD Radion Graphics Card のナビシリーズで使用されている TSMC の7ナノメートルフィンヘッドグラフィックスチップを使用して製造されている。 AMD のコンピューテックス基調講演で発表された最初の詳細はグラフィックコアネクストアーキテクチャが存在する以前の側面を示唆していたがこのアーキテクチャは新しいプロセッサ設計を特徴としていた GDDR6 メモリのサポートによりマルチレベルキャッシュ階層と改善されたレンダリングパイプラインを備えているドナはプリミティブシェーダーも動作するこの機能は ベガーアーキテクチャのハードウェアに存在していたが、実際のパフォーマンスを向上させることは困難であった。ため、AMD は行わなかった。ドナのプリミティブシェーダーはコンパイラー制御である。ドナのディスプレイコントローラーは、ディスプレイストリームコンプレッション 1.2A をサポートするように更新され、4kg240Hz、HDR4K120Hz、および、 HDR8K60Hz で出力が可能。AMD の GPU オープンウェブサイトは、AMD、どな世代デバイスの環境、組織、及びプログラムの状態を説明することを目的とした PDF ドキュメントをホストしている。プログラマーやコンパイラーがアクセスできる、このプロセッサーファミリーにネイティブな命令セットとマイクロコードフォーマットについて詳しく説明している。 どナ命令セットは AMD が所有している。どナ命令セットはいくつかの変更を加えた GCN 命令セットに基づいている。コードのスケジュール方法に影響するアーキテクチャ上の変更がある。シングルサイクル命令の問題。GCN は4サイクルごとに1回、ウェーブごとに1つの命令を発行。ドナはサイクルごとに命令を発行。ウェーブ 32GCN は 64スレッドのウェーブフロントを使用した。ドナは32スレッドと64スレッドの両方のウェーブフロントをサポートしている。ワークグループプロセッサ GCN はシェーダーハードウェアをスカラーあるとベクトルある LDS およびメモリアクセスを含む計算ユニットにグループ化している。一つの CU にはメモリへの一つのパスを共有する4つのシムド16。 が含まる。ドナはワークグループプロセッサを導入している。WGP はシェーダー計算ハードウェア、コンピューティングの基本ユニットとして計算ユニットを置き換えられている。一つの WGP には二つの CU が含まれる。これにより単一のワークグループにより多くの計算能力とメモリ帯域幅を割り当てることができる。ドナ1では CU は WGP の半分である。ドナ1の後継であるドナ2マイクロアーキテクチャは2020年にリリースされる予定とされている。ドナ2の詳細は2020年3月5日に AMD のファイナンシャルアナリストデーで公開されている。AMD はドナ1よりもワットあたりのパフォーマンスが50%向上すると主張している。また、正確な値は提供されていないが、クロック速度と クロックあたりの命令の増加している。AMD が確認した追加機能にはリアルタイムのハードウェアレートレーシングと可変レートシェーディングが含まれる。ありがとうございます。